チキン。デュオーデューヤマトでーピッ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 ピデューン。デューヤマトのボトルデュー。はい、ということで本日はなんと第2回神業チャレンジコンテストの開催を宣言します。ということでこの動画が配信されている本日までが第1回神業チャレンジコンテストの締め切りとなっておりまして、早速ですが明日5月の29日から6月の25日まで、また1ヶ月がですね、新しい競技でチャレンジコンテスト2が開催されます。で、神業チャレンジコンテストって何って前からね、知らないお友達などですね、神業チャレンジにして皆さんが挑戦した動画をですね撮っていただきまして、ツイッターでハッシュタグをつけていただいて投稿していただきますと、ホームページにねおーっと皆さんもねこう投稿していただいた動画がポポ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 ポッとこう集まってきまして、リュウたちがね素晴らしい神業をね見せてくれたこのボトルバトラーたち、抽選でね月50名にこの超限定神業キングキャップをプレゼントしちゃうというような、そんなね企画となっております。でさらにその中で最優秀賞に選ばれると、なんとデューヤマトのこのボトルデューで実際にその動画を紹介しちゃいますというようなところでね、全ボトルバトラーがこう参加していただきたい企画になっております。ということで今日はねその第2回のね開催ということで、そちらの競技の説明をしたいと思います。はい、ということでじゃあ第2回神業チャレンジコンテスト、こちらのお題競技を発表いたします。ドゥン、スマッシュセットの競技はタイムアタックゲート、そしてアクロバットセットの競技はスロープハント、この2つが今月の新しいお題の競技になっております。ただ普通にこの競技をチャレンジするだけじゃ神業じゃないということで、この神業チャレンジコンテストは難しい神業がさらに難易度を上げて神ルール、ゴッドルールということで、皆さんもうちょっと難しい競技に挑戦していただきます。このスマッシュセットの お題でありますタイムアタックゲートに関しましては、本来この6枚のねパネルを何秒で打ち抜けるかというような競技になっておりますが、ゴッドルール10秒で6枚をぶち抜け、やれるのか。でこちらアクロバットセットのこのスロープハントはですね、これもう5発で何個倒せるかっていうね本当は競技になってるんですけど、ゴッドルールミスなく3連続で倒せ、できるのか。ということで2つともね通常のルールよりもさらにね難しいゴッドルールとなっておりまして、この難しいルールの中で成功した動画をぜひ皆さん投稿してみてください。じゃあ早速実際お手本としてね、リュウがこのゴッドルールでこの競技にチャレンジしたいと思うので、さあ早速挑戦だ。いやじゃあ早速スマッシュセットのタイムアタックゲート10秒以内にクリアできるかやってみます。そうだね、まあまずはじゃあコーラ丸でやってみたいと思います。それでは10秒以内に6発打ち抜いてやりたいと思います。まずはこのパワータイプのコーラ丸でチャレンジします。ではスタッフさんカウントお願いします。それではいきます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。まあでも2枚か、全然時間が足りんすわこれ。なんだなんだこれ、何でクリアできるんだ。弾装填するのに時間かかるからな。そうだ、連射タイプのアクアスポーツでチャレンジしてみよう。それではアクアスポーツを3連射でクリアしたいと思います。お願いします。それではいきます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。やりましたよ皆さん。焦りましたけどね、これやっぱりね、3連射できるアクアスポーツっていうのはね、やっぱりこれ有利なんじゃないかなと思いつつ、コツとしましては3つ縦に最初にね一気に入れるっていう、この
紙テクでね3連射をスムーズにするっていうところで、やっぱり装填をねスムーズにすることが大事かと思います。もちろんスピードタイプじゃなくても、まあ、クリアできますけども、今回のようにねこういう連射できるタイプが有利だったりもするので、皆さんいろんなボトルマンで試してみてください。ゴッドルール版のスロープハントは一発もミスせず3連続でターゲットを倒さなければならない。龍山本はコントロールタイプの玉ロックで挑戦。珍しくすぐにクリアできたので成功動画をご覧いただこう。それでは玉ロックで3連射いきます。まず左、よし、クリティカルヒット。ど真ん中いこうかな。いくぜ、ど真ん中、よし、いいよ、ラス1、これがクリアできればゴッド、俺は神。いくぜ、右、よーし、サレンちゃん、俺が神だ。ドキドキのコントロール精度でね、バーで水でぶっ倒してやったぜ。ふぅ、今日の神業チャレンジのお題、ゴッドルールも相当難しかった。でも、やっぱりね、クリアした時のね、達成感、爽快感はね、やっぱりね、とんでもなく気持ちいいし、やっぱりね、みんなに見てもらいたいから、やっぱりこれはね、動画に撮ってね、投稿したくなっちゃうね、これは。第2回のチャレンジコンテストからはね、なんと、より多くのボトルバトラーの皆さんに参加してもらいたいので、この神業セットがお家にないお友達も、家にあるもので代用して、あのコースを作って投稿してくださればキャンペーンに参加できますんで、あ、皆さんぜひお家になるので試してみてください。まあ、例えばこのような形で準備できます。ドン。例えばね、これスロープハントをお家で作るとした場合ね、お家にあるこういうティッシュ箱、あとはねこのクリアファイルとかね、こういうものをね、こうセロテープでこう止めるとね、こうスロープが出来上がります。で、このボトルターゲットの代わりとかね、このキャップを、これね、3つセロテープでつなげると、だいたいこれボトルターゲット1個分ぐらいのね、この的になるので、この的を、こう置いていただけると、このように疑似スロープハントを作ることができるので、これね、雑誌とかね、これぐらいの高さの台とか使って、この的を3つ連続で当てるというスロープハントね、これも動画投稿でね、採用されますんで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、続いてこっちね、これタイムアタックゲートのこの枠をね、これ6つの的をね倒す競技という風にねなっているので、これを再現すると、さっきのようにね、このじゃあ的のパネルをこのキャップで作った的で代用しまして、まあ、枠をね、まあ、例えばお家にあるこういうガムテープとかね、こう今3つですけど、まあ、6つ並べていただきまして、まあ、この中にほいこれね、ターゲットこうやってね並べると、ほいほい、あと3つ並べてもらって6つにしてもらって、それを10秒以内に6つ倒せば、もうタイムアタックゲートの、まあ、ルールということになっているので、もう神業セット持ってる人はもちろん、神業セット持ってない人もどしどし応募してください。はい、ということで今日は第2回の神業チャレンジコンテストの競技のお題の説明になりました。今ね、2回目からはね、お家のあるものでね代用したね神業チャレンジコンテスト参加できますので、バシバシ参加お待ちしております。で、最初の選ばれるとね、50名様に神業キングキャッププレゼント、最優秀賞は動画で紹介されるよ。参加の仕方はね、あのツイッターにね、シャープ神業チャレンジコンテスト2になるからね、お間違いないように、詳しい参加の方法はホームページをご覧ください。それでは皆さん、神業チャレンジコンテスト応募お待ちしております。そして次回のボトルデューの配信はこちら、見逃さないでね、大賞の発表もあるよ。それではまた次回も見てくれよな。アデュー。今日も見てくれてありがとう。こっちのボトルマンの動画もチェックしてくれよな。アデュー。